どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。です。はい、今日の動画は何でしょう。 K 先生が考えるアニソンのタイトルだけで何のアニソンか当てるクイズ。どういうこと？来た、先生シリーズ。先生シリーズ。 K 先生ってあのいろいろ異名とかもねつけてたんですけど、はい、今回あのやりますね、アニメソングに K 先生なりのタイトルつけてもらうので、うん、たかしさんはそれだけを見て当ててもらうと。で、K 先生ならこの曲にこのタイトルつけるよっていうやつですね。はいはい、なるほどね。はいはいはい。タイトル。曲につける。世界に一つだけの花とかだったら、うんうん、まあ、ね、オンリーワンとかつけるとかね。ああ。だから K 先生が、そうそう、はいはいはい、K 先生がまあタイトルをつけてくださればもう何でもいいですから。そういう仕事もやってますからね。はいはい、曲も定期つけてんだ先生。タイトルやるし、通りなやるし、いろんなとこやってますね。曲ね、はい、曲名の、ね、はい、タイトルも確かにね。やってますね。ね、ちなみに、アニソンは好きでいらっしゃるんですよね。アニソン好きですね。そうですよね、アニソン。近くやりたいって言ってたんでね、やっぱ。そう。ずっと言ってるから、会うたび言うんだよ、今日アニソンやんの。今日アニソンやんの。アニソン企画持ってきてあげました。いや、ちょ、これじゃないんだけど、ね、アニソン企画は。うるせえ。うるせえな。これじゃないんだよ、こんな頭使うのやりたくない。うるさいんだよね。うん、そう、頭使うのやりたくないから。歌いたいのよね、K さん。K さん歌いたいの。頭使いたいわけじゃない、うん、じゃあまあ K さんにタイトルを送るんで、はい、まあ、K さんなりのタイトルね、はい、K 先生なりのタイトルを、はい、歌詞とかもあった方がいいのかな、はい、歌詞やった方がいいんじゃない、まあ、検索すればね、まあ、出てくる。じゃあまあ歌詞のセット送りますか、はいはい、こちらで、はいはい、じゃあ今1個送りました。はい、1問目。うわ、いや、これだから、ね、終わった後ね、だこ歌っていただければ中の、まあ、やつ取ってもいいし、うん、計算内の解釈でタイトルつけてもいいしね、独自のね、うん、独自だったら絶対いけないけどね、もうこれ当てれないけど、ね、独自路線だったらかすってないと無理だよね。まあでもそうだろうね、うん、もういけんの、うん、だからこういうパターンじゃない。うわー、すごい早っ。え、何、もう出たの。いや、それやってるから普段仕事だからね。早いとか言うのは失礼です。そういう路線も失礼なの。早や、失礼。失礼、そう。当たり前のことをやってるだけやんの、ケイさん。あ、そうなの、そうなの、うん、すごいけどな、速さは。では、はい、お願いします、はい、先生。パン、はい、シードリーム。シードリーム。何何。え、カタカナですか。ちょっとカタカナで書いちゃったんだけど、あ、まあデザイナーさんいるもんね、普段は。そう、デザイナーさんに、英語は別にデザインとかの話じゃないです。スペル調べら出てくるから、シードリームぐらい。英語表記でいきたい、ね、そこデザイナーに持たせて、うん、英語表記でこれはいきたいなと思います。シードリームね、S シードリーム、EA の C ね、そう、海ね、海の C ね、うん、彼女のじゃないね。違う違うよ、はいはい、うん、違うよ。しかもシードリームってなんか、うん、わかんないけどね、文法なんか名詞2個な気がするけど、まあいいのか。そういう、そういうことじゃないよ、アニソンって深く追求しないのが良さだから。うん、あ、そうなんですね。そういうことじゃないの、重ねたっていいんだ。そうじゃない、そう、はい、重ねたっていいんだ、うん、重ねたっていいんだ、はい、まあ海の夢だから、うん、まあ、まあこれか、なんかちょっと違う気もするけど、うん、はい、うん、いいですか、はい、We are One Piece。 正解、素晴らしい先生、うん、先生が褒められてるな。シードリーム。いや、そうだよ、そりゃそうじゃん。 We are がシードリームだったとしたら俺笑っちゃうな。いやいや、笑う、最初からシードリームだったな。うん、笑わないで、うん、うわ、いい、すげえタイトルって言ってるよ、きっと、林さん。で、なる、なる。K 先生を舐めてるからさ、そういうことになってんじゃん。うん、まあそうね。まあそうよ。まあまあまあ、でもね、キャッチコピーってのは誰が書くかも大事だから、結局。まあね。まあ誰が歌うかも大事だし、そうね、誰が書くかも大事な領域だからさ。うん、そうそうそう。まあそれは、今回は私もその、ね、人が作られたものにちょっとこうやらさせてもらってるわけですよ。そうそうそう。うん、そこはね、なかなか腰は低いんだよな、うん、なかなかね、難しいと思うんだけど、ね、まあまあまあ、うん、そう、K 先生の名前出したら結構いろんな人からちょっと批判くらうこともある、うん、K 先生結構隠すタイプなんですね、うん、
隠してるの基本的にはね。一応ね、結構クレームとかも来たりするんで、うん、クレームも来てんのかよクレーム来てんだちゃんと誰が書いたかっていうのはやっぱ大事なんで、K 先生って名前出さない方がいいんじゃないかっていう議論もしてるんだ。でも業界内では人気なんだけどね世間からちょっと黒い噂とか黒い交際とかもちょっと目立っててあんのかよ黒い交際あんのかよなんでだよ、なんでそれ業界から評価高いの。いや本当はないんだけどね、そう噂がよく立っちゃう人っているじゃん。噂がね、噂立っちゃうね。だいぶいるね。ないよ、噂立ってるんだ。そうそうそう、もちろんないよ。かわいそうに、もちろんない、かわいそうに。昔ちょっとあったけどね、そんな人がシードリーム昔あったんかいその名残か、くださんもないよ、もちろん基本はないですからねはい、では次、はい、こちらちょっとあの歌のあれで言ってほしいですね。今なんて結構作品だったんで、今シードリーム。いやいやいや、あ、いやいや、まあ歌詞から取りましたよ。でも結構そうなの。はい、そうですよ。どこ、え、もうありったけの夢をですよ。夢です。ドリームだよね。ドリーム夢なんだから、ドリームだろ。あと、まあ、羅針盤とかそういう系も出てもんね、まあ、そうそうそう、うん、宝の地図とか ね、まあ、そ う、 ね、そう、ほらもう、ってことは、うん、シードリームだよ、ね、シードリームだろあ、そうか、そうよ、まあまあそうか、うん、そうよ、ちょっとまあまあそうですね、ちょっと次、うん、次もお願いしますじゃあ、はい、ね、はいはいはい、うわーこれね、うん、なるほど、すいません今日ちょっと依頼者が口出してくるタイプで先生、うん、いや俺なの、まあまあ俺の価値観は人それぞれ違うからさあー大らかだな、やっぱすごいな、こうなりたいな、うんうん、信者月人が信者だよ。もう二人でいるときは気持ちいいんだろうな、もう一番いいんだろうな、二人でやってるときがうわこれちょっとむずいな。でもむずい、うん、ね、そうね、これどうしよっかな、うん、だからここを入れたいんだよね。だからお、なんかワードがあるんだ、入れたいワードが、うん、うわちょっとこれこうなるとやっぱアニソンっぽく見えるよな。アニソンっぽく見える。まあ一旦いいか、うん、一旦ちょっといってみよう。はい、はい、ではお願いします。バン、ゴッド少年おもろすぎんだろゴッド少年、うん、ゴッド少年おもろすぎる、おもろすぎる、まあ、うん、ゴッド、デザイン次第だけど、まあ、英語表記でいきたい、うん、そうだね、G-O-D、まあ、ゴッドはゴッドは英語で、少年を感じていきたいかな。あーいいね、ゴッド少年おもろいな、ゴッド少年、これでいきたい。いやちょっとわかんないな、ゴッド、神の少年ゴッド少年、なんだそんな作品あった。歌だよね、ごめん、歌だよね、アニソンですよ、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、作品で言っちゃったよ今。まあ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 、まあ、歌も 作、 まあ、作品でも昔っていうかさ、昔っていうかあれ、あれ昔はごめんだけど、うん、アニソンってやっぱさ結構かかるんですよ、うん、作品の中にちょっとこう、ね、ちょっと関連してるというかさ、でも今回歌にも全然あるし、うんうん、そうね、神、神がある、うん、ゴッド少年、なんだゴッド少年、ちょっとわかんねえな。あ、いいね、これだったらもっと売れてたかもね。もっと売れてた、すんごい出てるゴッド少年、なんかよりこんなバカみたいなタイトル少年はマジで。でも一周回ってめっちゃ味してくるね、ゴッド少年。元のタイトルはめちゃくちゃすごいんだけど、K 先生のタイトルもまたこの深みをさらに、まあもっとそのタイトルありき、さらに深みをね増してるかもしれないね。うん。だタイトル、ほにゃららゴッド少年とかでもいいかもね。サブタイね。うん。なんだアニソンゴッド少年ちょっと全然出てこねえよ。あれ、あれかな、あ、ごめん、曲名が出てこない。あれ。うん、いい、それでも、うん、あの曲っていう伝え方で、うん、あのドラゴンボールの、うん、エンジェルハーデリルデリルルそうさ僕たちは天使だった、うん、あの天使、はいはいはい、あの何だっけ、あれ天使の翼があるだっけ、なんかあのあの曲ドラゴンボールの、残念、あー違った、 あれなんだっけ曲名、あれあれなんだったっけな、ねえ、なんか天使のみたいなあるよね、わかるわかる、曲はわかるよ、
あ、僕たちは天使だった。あ、違う、これじゃないのか。でもめっちゃもうぽいじゃん、まあ、僕たちは天使だった。でもね、すごいいい線いってるよ。あ、いい線いってんの。うん、では正解を発表お願いします。正解いい？じゃあ、うん、じゃあ歌う？歌って発表する？歌って発表しましょう。歌いたいんだ、歌いたいんだ。先生やっぱ歌いたいんだよ、この人。はい、じゃあこの歌です、はい。残酷な天使のように。あー、そっちの天使ね。少年よ神話になれ。素晴らしい。いやいや、もう神話じゃなくても神になっちゃってるよ。一行目に全部込められてるから全部入ってた。ゴッド少年、ゴッド少年、全部入ってます。残酷な天使のテーゼ、はい、そうゴッド少年、ゴッド少年ですよ。それはそうだよ、ゴッド少年やば、うん、ゴッド少年。おもろすぎんだろ。それで聞いてください、ゴッド少年。めっちゃいいじゃん。うわーってなります。うわーってなる。で、静かに始まるからね、入りは。そうよ、残酷、静かめに始まるから、ね、少年よ、神話、神話になれが、もう神話って書けねえから。ゴッドにしちゃってんの。うん、神話って書けねえから、うん、あ、でも惜しかったね。惜しいね。まあね、惜しいとかだったけど、ね、惜しいとかない。先生と違った今意見。先生は、先生は惜しいって言ってんのに、うん、ちょっと先生合わせて、先生惜しいって言ってくれてるのに全然違ったから、ね、信者が、信者が出しゃばって先生と違うこと言ってる。先生もちょっと信者に侵食されてた。ちょっと折れてる。信者の意見飲んじゃってるもんな。はい、はい、では次、うん、はい、では次こちら。うわー、なるほど、これはなるほどね。むずいな、これはもう十分ね、ここだけでもね、うん、なんだ、うん、なるほど、うん、もうもう十分なんだやっぱり。いや、基本そうよ。そりゃそうだよ。それで世に売れてんだから、うん、基本そう、それで売れてんだから、うん、うわー、どうしよっかな、これリスペクトあるからね、作者さんに、もちろん、うん、そうなんだよ、もちろんね、そうよ、ケイ先生は、そこはもちろんね、うん、うわー、どうしよっかな、ロッドショット長めのタイプ、長めのシーンか、長めもいいじゃんねえ、ゴッド少年やっぱおもろいな、うん、長めね、ゴッド少年の残酷なテーゼ。残酷なゴッド少年のテーゼ、だからゴッド少年。ああ、面白い、じわじわ味出てくるね。あ、これ難しいね、先生頭抱えてますよ、これちょっと難しいな。そう、むずいんだ。まあね、なかなかむずいよね、うん、先生をもってしてでも、あ、むずいんだ。そもそもこれ酷だってことを分かってほしい、うん、あの依頼してきてるけど。違う、依頼してないっす。違う、あの、気づいたら俺がすごいことになってるから今。全部俺持ちになってるから今。違うのよ。うん、まあまあまあ、俺もね、俺も一般参加な、だからこういうことなんだろうな、だから、まあだからこういうことなんよ、すごっ、組み立てんだよね、感覚の時もあるけど、構成で作る時もあるから、これで一気にやん、ちょっと感覚も頭脳も使えそう、やっぱ短めに、ちょっと短めで、強いね、はい、はい、ではお願いします、短め、うん、はい、はい、バーン、うん、てっぺん、てっぺん、うわ、いいタイトルだね、なんかすごいね、うん、なんか漫才の大会みたいな、なかなかじゃない、あの英語でてっぺん、アルファベットで、そう、てっぺん、ね、まあ確かにどっちがいいかな、ちょっとそこのあれはね、今カタカナで書いちゃったけど、うん、そのデザイナー誰なのだから、そいつそいつ誰なの、英語での表記でてっぺんもいいし、漢字でなんか何当て字みたいな書き方もいいよね、頭だけとか、うん、頭でもいいし、ね、頭ダサくないそれ、頭で手書いててっぺんは、頭でてっぺんはちょっとダサいな、うん、なんかラーメン屋みたいになるな、なんかね、ちょっと違った感じで当てにいくっていうのがいいよね、あ、いいね、うん、なんかラーメン屋ありそうじゃない、てっぺんっていう、うまそうだよ、頭でねえ、頭でこれむずいよ、でもてっぺん、ちょっと待って、結構抽象的、いや、これはむずいな、これはわかんないな、なんだ、え、その、うん、要は何、ほんとてっぺんを目指すみたいなことですか、やっぱり、そうね、え、
ちょっとわかんないな。もうちょっとヒント欲しいな。まあ一回言って、はい、一回ヒントとかではないからね。一回毎回さ一個余計なこと言ってくるんだよ、ね、しんちゃん。なんか挟んでるんだよな、俺が言う前に。ちょ一回ね、てっぺんっていう意味で、ね、ちょっと俺もやべ、タイトル忘れちゃった。うん、スラムダンクの、ザ・ファースト・スラムダンクの、ダンダラバラダ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 ラ。どうぞ、これ罰してもう一回ちょっとヒントもらった方がいい、うん、それなんかサブタイもらいたい。罰です。罰か、なんかそういうスポーツ系かな、サラダンかなと思ったんだけど、うん、じゃあてっぺんにサブタイトつける、はいはいはい、あんまりね、あんまりまあ本当はいいですか先生。サブタイトつけんのこれね。うわー、怒らせちゃったよ。怒ってたんだ今。怒ってる感なかったけど全然。体調悪いから、ケイ先生も。一番かっこ悪いだとしたら、咳だ、調子悪いアピール、咳は一番かっこ悪い。まあ、サブタイトルね。いけます？ちょっと。いいですか？でもこれ直接ワード言ったら分かっちゃうよな。ああ、分かっちゃうんだ。まあいい、でも。難しいんだ。いいんじゃないですか？もう2回目だし。まあ、もういい、2回目だからいいですか？うん、2回目だからいいですか？まあでも直接的にちょっと入れたいワードとしては、うん、やっぱここかな。あ、いけた。早い。そこは早い。では、お願いします。はい。バンてっぺん。ちょっと怖い怖い怖い。すごい怖い。なになに、ちょっと待って。先生怖いです。なになに、もう一回。なになになに。てっぺん。バン。やばい。いや、効果音かと思って今。バンの後に何かを言う、その、てっぺん、バン、なななな、みたいな。効果音かと思ったら。やばい。サブタイトル。怖すぎる。分かっちゃうか。サブタイトルバンです。バン、いや分かんねえ。分かるわけねえだろ。なに、それアルファベット BAN？ そう、あ、BANG。 G、 あ、バングの方ね。バング、バンって呼ぶね。でもバンって、ね、バン、あ、バン、 BURN のバンも使ってるね、一応。あ、 そ、 あ、うん、そっちもあんの。バン、なんだっけ、バン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 、あ、なんだっけ、バンバンバカス。あ、なんか出て、なんかそういう曲あったよね。バンバンバカス。スマップの。それでいいですか。スマップだけ。それじゃね、アニソンじゃないでしょあれ。バンバンバカス、すーやってないでしょ。わかんない、なんだろう、バン。聞けばわかんのかな。てっぺん。バン。めちゃくちゃ面白いや。ダメだ、全く分からん、全く分かんない。もうスラダンの世界が終わるまで。世界が終わるまでは。じゃあ歌って発表してください。はい、じゃあ歌いますね。歌好きだな。いきます、うん、はい、てっぺんバンお願いします。 We are fighting dreamers。 高見ね。バンだ。バンでしょ。バンだ。信じるがままに。より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 よ。Just go my life right now。 バン、ぶっかけてくぜ。Right now。 バン、ぶっかけてくぜ。これはもう、これ言うたらバレちゃうよ。めっちゃバンだ。めっちゃバン言ってた。めっちゃバン言ってた。てっぺんバン。はい。5です。ちゃんと言ってたでしょ。5か。だから短く仕上げたかったのね。そうだよ。5も短いから。そうよ。で、このさ、歌詞がさ、なんかこう、まあ、ナルトでしょ、これ。だから、そうね。トカゲさ、はいはい、目指すわけですよ、ナルトはね。まあ、てっぺん。そう。てっぺん確かにいいね。高見を目指して。てっぺんはいいね。もういいね。でしょ？で、高橋さんがヒントみたいな形でてっぺんバーンにさせちゃったからね。これ完成形はてっぺんバーンだからもう。味付けしちゃったんだから俺が。本当てっぺんでよかったでしょ？ね、そう。余計な味付けしちゃったわ。それちょっとそれはごめんなさい先生。確かにあのリアクションになるわ。これにサブタイトルつけんのにはなるわ。確かにあのリアクションにはなるね。てっぺんいいでしょ？てっぺんはてっぺんいいんじゃない？いいでしょ？ね。うん。ね。うん。おもろ。ではラスト。はい、お願いします。これもむずいかも。もうこれで完成されてるからな。うん、まあまあね、まあ基本そういうもんだからな。うん、基本はむずいよね。いつも思うけど、よく計算これやってるよね。普通にすごいと思う。仕事だからね。仕
仕事だ。じゃあそっちで言ってない、ごめんなさい、違います、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、ごめん、そうか、ごめんなさい、なんか世界観崩しちゃってごめんなさいね。仕事だからまあ、ごめんなさい、そうかそうか、ごめんなさい。分かる人は分かってくればいいね、この大変さをね。うん、そうね。違う、そっちで言ったつもりないんだけど。基本的にはみんなそんな大変とか思わないで笑顔で見ていただけたら嬉しいかなっていう感じです。そうね。すごいな。うわ、これ。チームワークが。これか。どうしますか。何。まあまあ、どうする？どうするかな。これむずいよね。これむずいね。うん。むずいんだ。このタイトルがまあいいからね。もういいよね。はいはい。ただそこをどうするかってことだね。うわ、どうしようかな。何言ってんの。どうしようかな。悩んでるね。これどうしようか。結構悩んでない。うるせえ。むずいなこれ。くしゃみ出たってことはでも相当いいんじゃない。そうなの、出たってなったの。将棋の羽生先生はあの、勝ちが分かった時手が触れたいっすって言うんだけど、それと一緒。あ、それと一緒。くしゃみ出た、勝ち筋見えた時にくしゃみ出た、くしゃみの刑。じゃあちょっとこれで、はい、うわー、うん、来た、まあ、この曲がねこういうテイストなんで、はい、ちょっとそのままこう、うん、撮らさせてもらおう。はい、はい、ではお願いします。はい、バン、うん、光と影。うおー、かっこいい。光と影、なんか結構壮大なタイトルつきましたけど、うんうん、ありそうだよね、光と影って、うん、なんか曲はありそうだよね、うん、これはまあヒントではあるっちゃあるか、ただむずいね。あ、そう、うん、光と影なんだ、そういう、ま、歌詞もそんな感じ。そうね、むずいな、全然出てこねえな。歌詞もその部分はあるが、高橋さんがそこ気づけるかどうかっていうのはありますよね、うんうん、そうだね。一個なんか載せてきてんな、なんだ。何、光と影。全然わかんないな。なんかやっぱ光と影でパッて出たのはなんかあのデスノートとかがやっぱ出たんだけど、いや、そういう、うん、ただ曲がわかんない、曲ですからね、ねえ、うん、ちょっとまあこれで行ってみます、一回。光と影、うん、はい、リライト。違います。つける消すでリライト。あ、じゃあ早っ、まだ喋ってまだ早い早い、違うのが早い、ね、なんかあるじゃん、この回答に至ったさ途中式を喋ってたね今。リライトってだって書く方のリライトなんじゃないんだっけ、うん、本当は。あ、そうなんだ。高橋さん前もあの英語の時さ、だたい電気してーって言ってたけどさ、そうだわ、そうだわ、あほら言わなきゃな、俺がもうちょっと早く入ってあげてれば。じゃあよかったんだ、今俺を守ってくれたんだ、今。そうね、危なかったね、俺を守ってくれたんだ、説明してたら恥ずかしかったね。いや、もう遅いよ、もう言ってたよ。つける消すって言ってた、つける消すって言ってたよ俺。そうか、あれリライトってそっちか、ライトの方ね、これね。恥ずかしい、そうだそうだ、前もずっと俺それで思っちゃってた。高橋さんが言ってた作品にあるアニソンです。そうね、え、言ってた、うん、俺何言ってたっけ、作品ね。あ、ドラゴンボールスラダン、え、俺そこしか言ってなくないんでしょ、ドラゴンボールスラダン、デスノート、ナルト、デスノート確か言ってた、なんか言ってたでしょ。言ってたね。ねえ、光と影。あ、じゃあちょっともうこういうあれで、うん、スパーキングが光で、影山信弘さんの影で光と影、チャラヘッチャラ。じゃあケイさん正解お願いします。え、何て言いますか、歌うのか、はい、うん、いきます。だんだん心光る、そっちかい。嘘のそっちかよ。なんで光と影なのこれ。果てない闇が闇だ飛び出そう、うん、そう、 Oh my heartはい、手を握ってと俺の手を握ると、あと A メロ、子供の頃大切に思ってた場所を思い出したんだ。ちゃんと行くや、入りから僕と、うん、これどこで光がないぞ、前光とか光光、ここここ言ってんだから今回は。
わかんない、はい、ここだけは分からんって。ほら、ここだけから出てきたじゃん。ここだけから取った。ここが全体のメッセージってことを読み取ったん、先生は。いやいや、そんなことはない、そんなことはないよ。でもやっぱりこの光と影って、その最初のこのさ、果てなき闇から飛び出そう、そこから取ったよね、光に行ったわけだよね。そこからね、やっぱ闇から光に行ったわけだから行ったわけやから、うん、そういうこと。すごいね、抽象的だったな。すごい抽象的な気がしたんだけど、こういうところが光と影か、うん、そう、あ、そう、うん、なんだよ、スパーキング俺すげえと思ったのに、スパー光と影で惜しかドラゴンボール合ってたのか、うん、そうよ、たらね、そう、でもそれで俺絶対だんだんここに光とか出たかったの。光と影、そのワンフレーズで光と影出せねえ出せねえっつうんだよ。いや歌詞見てねえんだからこっちは、別にわかんねえよ。はい、ということで1問ぐらいしか当たってんじゃん。1個しか当てないよ。うわ、最初だけだよ、シードリームだけだよ、ま、こっちは。はい、あ、いいです、アニソンシリーズはちょっと続きそうですね。先生が歌えるっていうのにテンション上がってくれるから、うん、なのに別に歌ってみたとかやりたいわけじゃないんだよ。歌ってみたら別にやりたくないです。なんでだよ。歌ってみたら違うもん。まだあれ違ったジャンルだからね、あれは。あ、違うんだ、うん、あれは違うジャンル。違ったジャンルだ、うん、あれはアニソンじゃない。あれ違う、あれ違う。いや、うちが特殊なんだよ。逆逆。はい、今日はここまで、最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。次も見てね。明日も出しまわったね。光とか、うん、僕たちお願いします。海賊団と申します。